見て見て、この格好。じゃじゃーん、今日の知恵欄はメイドさんなのだ。かっこいい、似合ってる。車掌が褒めてくれたからやる気満々になったのだ。車掌、今入っても大丈夫？じゃあお邪魔するのだ。車掌、遠征で疲れてるでしょ？だからジエランが癒してあげなきゃって思って来てきたのだ。カッリー、車掌、今夜はメイドのジエランがご奉仕するのだ。今日も昼間にたくさん寝たからなのだ。一瞬の隙ってやつなのだ。それより車掌、メイドのジエランにしてほしいことを言ってほしいのだ。ジエラン、車掌を癒すために来たんだから。へえ、何かあるはずなのだ。車掌、何でもいいのだ。ほらほら、行ってみるのだ。わあ、車掌、ごめんね、怪我してない？ジエランは大丈夫。でも車掌に迷惑かけちゃったのだ。メイド服で車掌のところに行こうなんて思わなきゃよかったのだ。本当？この服、車掌は気に入ってくれた？ジエラン、この服を着てきてよかったのだ。車掌が笑ってるとジエランも嬉しいのだ。ふん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 、お買い物。ちゃんのためにお買い物。ああ、肉屋のおじちゃん、お肉ちょうだい。お肉、カッリー、ジエランもフェッちゃんもお肉が大好きなのだ。できるだけ新鮮なお肉をちょうだい。血が滴るようなやつ。ジエランさん、やっぱり。でも、ガーン！車掌さん、びっくりさせないでくださいまし。はしたない声が出ちゃいましたわ。うん、今何かの動物の鳴き声がしたのだ。ジエランさんに気づかれちゃいますの。一旦隠れますわよ、車掌さん。それがですね、ご覧の通り、私様の宿命のライバルであるジエランさんがちょっと奇妙な状況に陥っているようですの。とはいえ、私様も事態を完璧に理解できているわけではございませんので、百聞は一見にしかず、私様が口で説明するよりもあの子の現状を見てもらった方が早いですわ。なのでこのままジエランさんを尾行しましょう。あの子かなり勘が鋭いので気をつけてくださいまし。錦でも有数の資産家の一つ、東道一族のお屋敷でございますわ。今このお屋敷では昏睡状態のジエランさんのお母様とその介護をしている幼女の娘さんがつつましく暮らしておりますの。ジエランさんはその幼女の方、
義理の妹にあたる方が一人で苦労しているのを見かねて、たまにお母様の介護などを手伝っているみたいですわ。はい、ジエランさんは野蛮な言動をするので誤解されがちですが、実はとっても人情に熱いいい子ですからね。どういう意味でございますの？私様も確かにジエランさんは野蛮な不良だって誤解してたことがありますけど。遅い！いつまで待たせるのよ！ごめんね、フェッちゃん。フェッちゃんに美味しいご飯を食べてほしくて、ジエラン頑張って新鮮な食材を選んでたのだ。ああ、飯なんかどうでもいいから、あれをよこしなさいよ、あれを。うん、はい、これ今日の分の競馬新聞なのだ。よしよし今日は夢見が良かったし、勝てる気がするのよね。へっちゃん、またこんな時間まで寝てたの？何、文句でもあるの？ううん、寝る子は育つっていうのだ。へっちゃんは賢くて立派な人なのだ。へっちゃんがやることはいつだって正しいのだ。でっさい、集中してるんだから静かにしろ。うん、ごめんねへっちゃん、どの大馬さんが勝つか予想するの邪魔しちゃって。ジエラン、お昼ご飯を作ってくるから待ってて。あと、これは今日の分のお小遣いなのだ。うん、競馬で勝てたらお土産とか買ってきてやるから楽しみに待ってなさいよ。はーい、やっぱりフェッちゃんは優しいいい人なのだ。ご覧の通りですわ。ジエランさんは今、あのクズみたいな人に寄生されて搾取されています。いらっしゃいませ。って、あれ、車掌ジエランのお家に何か用事だったのだ。ふーん、戦闘車がジエランを心配してるの？最近こそこそ誰かが近くをうろついてる気配はしてたけど、別に心配することないのに。だいたい戦闘車はジエランのママでもなんでもないんだから、いちいちジエランのやることに口を出さないでほしいのだ。それはわかってるけど、別にジエランは傷ついたりしたことないのだ。虎は無敵で最強なのだ。それよりも、お話は後でいい？お座敷に案内するから、車掌はちょっと待っててほしいのだ。ジエラン、忘れないうちにお仕事を全部片付けちゃいたいから。そういうことも後でまとめて説明するから。お待たせ、車掌。ごめんね、フェッちゃんがやたらあちこち散らかすからお掃除とかに手間取っちゃったのだ。うん、ごめんね、ジュンちゃん。でもジエラン、早く車掌のお相手をしてあげなくちゃって。むしろジュンちゃん、あんまり動き回っちゃダメなのだ。ちゃんと安静にしてないと治るものも治らないのだ。うん、じゅんちゃん怪我しちゃってママの介護もままならないみたいだったから、ジエランが家事とか手伝ってるのだ。むしろなんで頼まないのだ？みんなを助けるのが
ジエランたち特鉄隊の使命だし、家族なのに水臭いってやつなのだ。そんな漠然と聞かれても困るけど、さっきも言ったけど、ジエラン、妹のジュンちゃんが困ってるみたいだったから、家事とか手伝いに来てるのだ。ちなみに、この衣装はジュンちゃんが作ってくれたのだ。ジュンちゃんね、実は漫画とかコスプレとかが好きみたいで。ジュンちゃん、ジエランのことはお姉ちゃんって呼んでほしいのだ。家族なんだから。もうジュンちゃんは意地っ張りなのだ。誰に似たんだか。大丈夫、車掌はジエランがどれだけ失礼なことをしても怒ったりしないのだ。ね。もう、みんな、ジエランが何かするたびに文句タラタラなのだ。うん、ジュンちゃん、買い物してたら馬車にひき逃げされたみたいで。不幸中の幸いってやつで骨折で済んだけど、うっかりすると車輪に足を潰されてた可能性だってあるのだ。道は気をつけて歩かないとダメなのだ、ジュンちゃん。うん、ジュンちゃんは何も悪くないのだ。不幸な事故なのだ。でも、もしかしたら事故じゃない可能性だってあるのだ。東道一族は遺産問題を抱えてる。ママがこのまま亡くなったら、その遺産はジュンちゃんのものになるけど、正当な後継者のジエランが遺産は全部ジュンちゃんにあげるって宣言したから。わかんないけど、そうだったら危険なのだ。次は骨折じゃ済まないかも。そう思ったから、ジエランは家事を手伝うっていう名目でこのお家に通ってジュンちゃんの身辺警護をしてるのだ。もちろんママも狙われる可能性があるから、ママのことも守ってる。ママのためにジエランは何もしてあげられなかったけど、なかなか顔も見せられなかった不義理な娘だけど、せめてその最後ぐらいは平穏に迎えさせてあげたい。大好きな家族と静かに安らかにお別れをしてほしい。そのためならジエランは何でもする。ペッチョンはお仕置き監獄で逃亡だった時にジエランにいっぱい親切にしてくれたんだけど、それで仲良しのお友達になったつもりだったんだけど、なかなか機会もなくて、しばらくおしゃべりすらしてなくて、ジエランは寂しかったのだ。でも最近になって急にヘッチャーの方から声をかけてくれたのだ。ジエラン、あんた錦の貴族なんだってって。それでヘッチャーも昔は貴族だったみたいだから、ジエランに貴族の作法とかを教えてくれるようになったのだ。そのお礼っていうか、授業料を要求されたから、ジエラン、フェッチャーに定期的に会ってお金を渡してるのだ。ふん、フェッチャーはろくでなしじゃないのだ。いつでも優しくて親切ないい人なのだ。ジエランはとっても尊敬してるのだ。あ、今のは？うん？でもフェッチャンではないと思うのだ。フェッチャンはついさっき競馬場へ行ったし。でも一応様子
車掌と怪我してる純ちゃんはここにいて。こらー、またお前かー。かり、二度とうちには近づくなって言ったはずなのだ。お前が純ちゃんに言ったひどいこと、ジエランは忘れてないのだ。じゃないのだ。たとえ血がつながってたとしても、お前みたいなのは同じ群れの仲間として認められないのだ。うるさい。どうせ純ちゃんを馬車で引き逃げしたのもお前なのだ。何もかも全部お前が悪いのだ。資格があるって思ってたけど、無力な子供でしかない純ちゃんが莫大な遺産を受け取れば、それなら簡単に奪えるって考える悪党もいるのだ。お前も弱いからダメなのだ。お前が遺産を受け継いでもどうせすぐに奪われてたのだ。ママが謝ることじゃないのだ。全部ジエランが悪いのだ。ジエランが旅行中にママとはぐれて、なかなかママのところに戻ってこられなくて。すぐに純ちゃんを呼んでくるのだ。ママが目を覚まして、きっとあの子が一番喜ぶから。ずっと寝たきりだったんだから、足腰が弱ってないわけがないのだ。だからママはここにいて、ジエランが戦う。今度こそ絶対にママが悲しむような展開にはしないから。ううん、ジエランはそのために強く大きく育ったのだ。ガッリー、お前ら、ここは一歩も通さないのだ。東道一族の遺産が欲しければ、ジエランの屍を越えていけ。遺産？何の話？ちょっと、詳しく聞かせなさいよ、ジエラン。コナー！サボってないであなたも戦いなさい。まだ敵は残ってますわよ、エルク人間さん。報酬もないのに戦いたくない。やる気出ない。へっちゃん？戦闘さ？
なんなのよこいつら。私の屋敷の前をうろうろしてて邪魔だったから蹴っ飛ばしてやったけど。あなたの屋敷ではないでしょうに。特に何も考えずに蹴散らしたけど、こいつらやっぱり始末して正解だったわけね。自衛団のものは私のもの、私のものは私のもの。東道一族の遺産ってことはいずれ私の財産になるわけだもんね。ほんと奪われずに済んでよかったわ。もう何も言いませんわ。ヘルクリンゲーさんはアカナ様にクズですけど、根本的には悪人ではないようですし、この人がジエランさんのお屋敷に居座ってたのもこういう事態に備えるためだったんでしょうし、それは過大評価でしょうか。あはは、フェッちゃんも監獄とかの常連だし、裏社会の噂とかが耳に入ってきやすい立場だから。あのおじさんと同じようにうちに危機が迫ってることを察してお屋敷に居座って警備してくれてたのかも。だったらやっぱりフェッちゃんは優しいいい人なのだ。うえ、やめてよジエラン。私がそんな善人に見える？私は単にあんたにたかればただ飯が食えると思っただけよ。今回悪党どもを懲らしめることになったのはたまたまだから。うん、じゃあジエランはこういうのだ。偶然でもなんでも助けてくれてありがとうぺっちゃん。ジエランは初めて会った頃からずっとそんなフェッちゃんが大好きなのだ。ふん、感謝なんかいらないから悪党どもから守ってやったお礼金を払いなさいよ。そんなのたったにただで飲み食いしてた分で帳消しでしょうに。それに競馬で大儲けしたんですから、別にそれ以上お金を得る必要はないでしょ。お、珍しく今日は勝ったのだ。そうなのよ、今日はバカ好きでさ、この私を尾行してたあんたの友達が割と鼻が利くみたいで、試しにこいつの言う通りにかけてみたら勝ちまくりの儲けまくり、笑いが止まんないわ。見なさいよこの札束。あたくし様、こう見えて実家は賭博業などで財を成した一族ですので、門前の小僧がなんとやらで割とこっち方面では目端が効くんですの。ねえねえ、戦闘サーだっけ。今後はジエランだけじゃなくて私とも仲良くしなさいよ。また一緒に競馬場に行きましょう。今度は私様にたかる気ですの。よくわかんないけど、ジエランの友達と友達が仲良くなったみたいで嬉しいのだ。ママも目を覚ましたし、今日は嬉しいことしかなかったのだ。あんたのママ目覚ましたの？よかったじゃん。それはそれはおめでたいですわ。お祝いパーティーを開くなら私様に仕切らせてくださいまし。まだまだジエランさんのお母様は安静にしてなくちゃいけないでしょうけど。多分ママはすぐに元気になるのだ。だってジエランのママだもん。どんな不幸にも負けないのだ。友達もいて家族もいて、ママジエランとってもとっても幸せ者なのだ。